サシモフミステリーサロン第13話時効の挨拶。ハイザック・アシモフ原作黒ゴケグモの鍵より、脚色小松道夫、出演ジェフリー・アバロン、ナヤ・ゴロウ、トーマス・トランブル、中村さらし、イマニュエル・ルービン、小林治、ジェイムス・ドレイク、大塚千佳雄、マリオ・ゴンザロ、野沢那智、ロジャー・ホルステッド、金内義雄、ヘンリー・久米明、ゲスト、ベック・フォード・ブラウン、原田和夫、以上の皆さんです。ブラウンさんのコーヒーは何杯目だい？4杯目でございます。お好きですね、コーヒーが。ええ、もう朝起きての一杯からベッドに入る前の一杯までのべつ幕なしです。珍しいですね。そうですか。いやね、世の中にコーヒー好きはたくさんいます。私もどちらかというとそうですがね。しかしコーヒー好きというのはコーヒーそのものが好きというより、コーヒーを飲みながら考え事をするのが好きだといった傾向がありましてね。それも額に縦じわを寄せて悩ましげな顔をしてましたね。そういう時間の過ごし方が好きだというのが多いんですよ。自分のことを言ってるのかよ、ルービン。いやいや、今日は黙ってこんだろう。ところがブラウンさん、あなたは違う。実においしそうに飲みますね。そうですか。でも本当にここのコーヒーは美味しいですね。いや、さっきからブラウンさんを見てましてね、なんかこう嬉しくなってくるんですよ。単純なんですよ、人間が。うまいコーヒーを飲むと生きていてよかったなんて本当に思うんですから。それがそのまま顔に出るんですね。見習わなくてもあるよ。まったく。あれ、よくに素直じゃないの。なんかあったのか一応。いや、何もないよ。私もコーヒーを飲むときはコーヒーを飲みたいといつも考えるよ。ね、なんと言った今。いや、コーヒーを飲むときにはコーヒーを飲みたいって。え？仏教の言葉だよ。飯を食うときには飯を食え、コーヒーを飲むときにはコーヒーを飲め。何のことかさっぱりわからん。人はいつも飯を食うときにも悩み事を抱え、考え事をし、もういちいち説明しなくてもわかるよ、トランブル。ああ、なんだ、そんなことか。ブラウンさん、お仕事の方も順調なんでしょうね、おそらく。可もなし、不可もなしといったところですが、楽しい仕事ですからね、グリーティングカードを作るというのは。グリーティングカードはうまいコーヒーと同じで人に喜びを与えます。もちろんここにいらっしゃる皆さんのような人たちには、ヘボな詩や陳腐なウィットや安っぽい感傷的な文句は面白くもおかしくもないかもしれません。しかし世の中みんながみんな知的な人ばかりではありません。まあ、それゆえグリーティングカードには効用があるのです。字も満足に書けない人、書けても手紙が苦手だという人、忙しくて書く時間も取れない人、うまく書けないが最低の付き合いだけは保っておきたいとき、出来合いのグリーティングカードは大変便利なんです。なるほど。自分の仕事をそういうふうに話す人というのは近頃珍しいですよ。さあ、みんなで関心ばかりしてないで質問しなくちゃ。せっかく来てもらったのに甲斐がないよ。それではどう、ブラウンさん、あなた自身はどの部門の仕事をしていらっしゃるのか。デザイン、セールス、制作、それとも文章を書く仕事、どれですか。制作が中心です。まあ、少しずつ他の部分にも関わりますけれども。来週はクリスマスだし、今が書き入れ時だよね。そう、クリスマスカードが何といってもグリーティングカードの王様ですからね。今の流行りのカードはどんなんです。そうですね、持ってくればよかったですね、サンプルを。いや、とにかくうちに帰るとそれはもう世界中のグリーティングカードが揃ってます。それこそうちの中カードでいっぱいです。うちの中いっぱいと言いますと？いや、家ね、家内が集めているんですよ。
私の仕事を見ているうちに興味を持ったんです。近頃では友達などが自分の集めたものをまとめて家内に送ってよこすほどです。クリスマスとは限らず他の祝祭日にも必ず家内のところに趣向を凝らしたカードがどっさり届きます。例えば今年の9月にはユダヤ教の新年のカードが42枚も来ました。私どもはユダヤ教徒ではないのにです。クリスマスカードの時期はだからもう大変ですよ。それはまあ郵便配達さんに同情しなくちゃいけないな。ところがうちに来る郵便屋さんがこれまたカードにえらく興味を持っているらしくてね、私のところは特別扱いなんです。1階の郵便受けではなくてエレベーターで上まで上がって持ってきてくれるんです。それじゃあクリスマスにはたっぷりチップを弾まなくちゃいけないじゃないか。それはもう、昨日も実は彼に、彼はポールというんですが、ポールに会ったので約束したんです。チップの約束をかい？いや、こういうことです。家内と私は人と食事の約束をしていて、それが遅れそうになって気がせいていた時に1階のエレベーターを降りたところで、これからエレベーターに乗ろうとしている郵便配達のポールに会ったんです。何しろ12月ともなると家内のところに配達されるカードの束は大きな辞書ぐらいになりますから、一目見てそれと分かります。家内はだからすれ違いざま、それもらっていくわポールとひったくてどんどん行っちまうものですから、ポールはポカンとしてしまって、私は気の毒になって、勘弁してやってくれ、今度はたっぷり弾むからとそう言ったわけです。何も食事に行く途中でそんな慌てたことをしなくても、帰ってからゆっくり楽しみながら見ればいいものを。家内のやつは慌てたことをしたばっかりに実はバカを見たんですよね。バカを見たとは？あ、その郵便物がお宅宛てのではなかったんですか？いやいや、うちのです。ポールがエレベーターで上まで届けるのはうちのだけですから。何しろ彼が非番の時はグリーティングカードだけ避けておいて、次の日彼が自分で私のところへ持ってくるくらいなんです。まあ、言うなれば彼はうちの専属です。すると奥さんがバカを見たというのはどういうことです？車に乗ってから家内はざっとカードに目を通したわけですが、束の中に一通、今にも落っこちそうになってはみ出ている小さな封筒があったんです。もちろんグリーティングカードです。一目見てわかります。家内がポールから引っ立った時、もうその一通ははみ出ていたから私も気がついたんですが、これがクリスマスカードにしては小さすぎるんです。他のどこなら知らず、私の家に家内のもとにそんな小さな、そして開けてみて分かったんですが、味もそっけもないそんなカードを送ってくるなんて考えられないんですよ。だから家内のやつ、そのカードを見たばっかりに気を悪くしてしまって、せっかくの食事なのにその場に行くまでブツブツ言い通しで、それでバカを見たというわけです。送り主は誰だったんだい、ブラウン？わからないんだ、よく読めなくてね。まさかホルステッド、君じゃないだろうね。私のは気がついているだろう。ちっちゃなジングルベルがついたやつだよ。いやー、彼の奥さんの気に入るカードを見つけるのは大変なんだよ。それ味もそっけもないカードというのは どんなやつでした？それがただ一行、時効の挨拶をとだけ。そうだ、今持ってるんです。コートのポケットです。持ってきましょう。昨日車の中で家内が破って捨てようとしたんですが、ちょっと見せてもらってポケットに突っ込んで、そのままです。ああ、送り主がわからないクリスマスカードか。ささやかなミステリーだね。自分の名前を書き忘れて送るっていうのはおっちょこちょいにはあることだから、いや、謎じゃないんじゃないか。いや、名前がないとは言ってなかったろ。よく読めなくてと言ってたよ。ただ一行、時効の挨拶をとだけの文章ってのはわからないね。それじゃクリスマスでも何でもないじゃない。ああ、これです。順番に見てください。セントラルパーク、サウス354、21C、ブラウン。ブラウンさん宛てになってますね、ちゃんと。確かに私の住所です。あれ、セントラルパークサウスじゃなくて、これ、CPS となってるんじゃないか？ずいぶん省略してあるわけだ。名もブラウンとあるだけですか？そうです。二つ折りで、その片側にたった一行切りですか。時効の挨拶をとだけ。署名が一応ありますね。D。
後がわからないな、これ。D、D なんです？おい、ヘンリーも見ておいてくれよ。これ D、ダニーだろうな。ブラウンさん、ここだったりは？いえ、ダニーも何もゴンザロ。ブラウンさんは D で始まるあらゆる人名を考えて、自分の知り合いに当てはめてみたはずだろうから、差出人の署名から我々が何かを見つけ出そうっていうのは無理だと思うよ。違うかい？だから視点を他のところへ移すべきだね。いや、分かることあるよ。多分ブラウンさんが考えても見なかったことだ。僕の推理で聞かせよう。カードには署名があるが読めるのは頭の D だけだとすると、 D さえ読めれば用が足りてるということだ。で、それがブラウンさんに分からないとなると、人名ではないということになる。人名でないとなると、考えられるのは、このグリーティングカードは情報受け渡しの手段だとしたらどうだろう。 D はつまり暗号なんだよ。でだよ、いいかい、カードはブラウンさん宛てになってるが、ブラウンさんはこのことを分からないという。ブラウンさんが嘘をついてるとは思えないんで、ロンリーの行き着くところ、この郵便物は間違って配達された。つまりこれは彼宛てではない。ただのブラウンとなってる以上は他のブラウン氏でもいいわけだが、主に同じアパートにブラウン氏がもう一人いる。どうだ？いや、まあ論理の組み立てがちょっとおかしかったが、まあ結論は考えられることだな。するとどういうことになるかというと、そのブラウンが来るはずのカードが来ないんで、今頃はイライラしてる。早くカードの暗号を見ないとまずい。例えばヘロインの取引に支障をきたす。おいおい、考えた。本当に言えないな。一つの例だ。話はまだあるから黙って。で、そのブラウンは、きっとカードはもう一人のブラウン、つまりここに置いてのブラウンさんのところに違いないと見当をつける。さあ、となると、この人のアパートを探りに行くよ。カードのコレクションを見せてくださいとかなんとか言ってね。ところがカードは見つからない。いくら引っ掛けましてもダメだ。だってそのカード今ここにあるんだから。ちょっと待ってください。え、どうしたんです？まさか氷炭からコマではないでしょうね。偶然の一致でしょうかね。実は今日、誰かにカードが引っ掛け回されたと家内が言っていました。当たった？本当なんですか、ブラウンさん。奥さんの勘違いなんじゃないですか？ことカードに関する限り、家内が間違うはずがないんです。昨日来た分のカードがごちゃごちゃになっていたと、そういうのです。僕の論理の展開にケチをつけたのが、みんなうさんくさそうな顔して。でも、あなたのアパートにブラウンという名の人は他にいるのですか？いえ、いません。そんな分かるんですか、アパートの住人全部の名前が。時々アパートの居住者名簿を見ることがありますからね。まあ、少なくとも私と同じ B で始まる名前は大体知っています。いないのです、ブラウンは。ブラウンじゃなくてもベローンとか似たような名前はあるでしょ。はい、また当たりました。ベローンという人はいます。それだ。ちょっとカードもう一度見せてください。これ、このブラウンの W は U で、初めの B と R の間に E がないとは言い切れない。だとするとベローン、どうです？ちょっと、いや、少し強引すぎるよ、ゴンザロ。とてもこれはベローンとは読めないよ。それに宛名はちゃんと 21C、 部屋の番号まで書いてある。これはこの 21C というのは、ブラウンさん間違いなくお宅の番号なんでしょ？はい、そうです。間違いなくうちの部屋の番号です。いえ、そう、綺麗な字じゃないし、 21C と読んでるこの部屋の番号だってだよ。例えば 2K とは読めないか？どうだ、2K のベローン。ベローンという人は 2K にいるんですか？いや、ベローンという人はどの部屋か分かりませんが、 2K は管理人の部屋で、彼の名はラディスラス・ウェシレウスキーです。ウェシレウスキーか。どう、こじつけようもない名前だな、ゴンザロ。じゃあ、差出人が番地じゃない、部屋の番号を書き違えた。いやね、君の推理の根本はこれが情報受け渡しの暗号だと言うんだろう。だとすると大事な要件だろうが、そんな大事な郵便物の宛名を書き間違えたりすると思うかい？どう考えてもこのカードは怪しいよ。ねえ、ヘンリー、君だってそう思うだろう。どうだい？そもそもそのカードの配達先を間違えた単純な誤配とは考えられないかな。え？いや、だってブラウンさんの番地と部屋番号になってるんだろ。それはそうでもだよ。だって、いや、それは結論は、このカードはそんな情報を担ってなどいないよ。これは単なるクリスマスカードであって、うかつにも自分の署名を忘れた。ほかないね。だって D なんとかと署名はあるんだよ。そして内容が単に時効の挨拶を。
やっぱり怪しいよ、こら。だから、変な奴が世の中にはいる。それでいいんだよ。どう思う、ヘンリー。黙ってないで助け船を出してくれよ。僕の推理はどこで間違えたのかな。教えてほしいよ。確かに、ゴンザロー様のおっしゃる通り、私もこれは何かありそうに思われます。そして、ゴンザロー様の仮定なさったように、これが情報の伝達手段だといたしますと、カードは5機でも5杯でもないと存じます。一番自然な解釈をするのが私のいつものやり方でございます。それに従いますと、間違いなくこれはブラウン様に当てたものと考えるのが一番自然でございましょう。しかしそれじゃブラウンさんが怪しいということになるわ。いや、それが違うというのはこの明白な前提でございます。もしそうであれば、問題のカードをここで持ち出したりはいたしますまい。となるとどうなる。まさかブラウンさんにかぶると奥さんが何かしてるなんてことじゃあるまいね。でもそれはまた何というか。いやいや、それも違います。車の中でブラウン様の目の前でそのカードを読んで怒って破ろうとしたり、それをご主人が持ち去っても平気だったり、ありえないことでございましょう。僕にはどうもあとは考えられないよ。ブラウン様のご住所を誰かが利用したとしたらどうでしょうか。そこにはクリスマスとは言わず、ユダヤ教の新年、母の日、その他一年中祝祭日にはたくさんのグリーティングカードが届くそうでございます。時を選ばず一年中情報をカードに託して送る先といたしましては、人の目にもつかず最適ではございますまいか。ただブラウン様の奥様が珍しいカードをお好みで、平凡なものは評価なさらないということを十分計算に入れておかなかったのが一味の誤りでございました。しかしこれまでこんなカードは一度も見たことがないわ。はい、だから今回初めて事故が起きたのでございます。事故というと、目指す本当の受け取り人が受け取る前にブラウン様の手に渡ってしまったのでございます。本当の受け取り人というのは、じゃあ誰だというんだ。郵便配達夫でございます。ポールが？そんなことは考えられないよ。いつも郵便配達は2人1組で配達してるんだよ。それに仕分けの作業所には監視人がいて見張ってる。危ない橋は渡れないと思うがな。郵便配達夫のポールさんはアパートの1階の郵便受けにではなく、いつもグリーティングカードだけはブラウンさんの部屋までエレベーターを使って持ってきてくださる。そうでしたね。休みの日には次の日にやはりご自分で。普通いくら好意でもそこまでいたしますでしょうか。そしてエレベーターの中は安全に一人きりになれる場所でございます。問題のカードを一通抜き取って懐に入れるのは造作もないことです。ところが昨日は例によってその一通を抜き取りやすくしておいてエレベーターに乗ろうとした時、ブラウン夫妻とすれ違う羽目になり、思わぬ事故が起きたのでございます。あのポールが私たちを利用していたなんて。となるとこれは調査の用ありですね、ブラウンさん。ブラウン様、美味しいコーヒーをもう一杯いかがでしょうか。コーヒーをお飲みになれば気も晴れるのではございませんか。アシモフミステリーサロン第13話、時効の挨拶。出演はジェフリー・アバロン、ナヤゴロウ、トーマス・トランプル、中村サラス、イマニュエル・ルービン、小林修、ジェイムス・ドレイク、大塚久夫、マリオ・ゴンザロ、野沢那智、ロジャー・ホルステッド、金内義夫、ヘンリー・久米明、レッド・フォード・ブラウン、原田拓夫、以上の皆さん。